ドライバーが危険を感じる道路や不便な標識などの改善策を審議する委員会が今日奈良市で開かれました。スムーズで安全な道づくりを目指すこの委員会では JAF 日本自動車連盟に寄せられた道路環境についての意見や要望を調査し審議の上、関係機関などへ改善の提案を行っています。今回は 奈良市大安寺3丁目と7丁目の間にある一方通行の標識が角度が悪く見にくいことなどについて意見が交わされました。この道路は小学校や中学校の通学路にもなっており、車が逆走してきた場合危険だといいます。今日の審議では、一方通行区間の入り口と出口に路面の表示も加える案を関係機関に提出することなどが決まりました。